生殖性では、世界でも、トップクラスと呼び声の高いのが、海上自衛隊の潜水艦です。その中でも1位と言われるのが、そう、竜型潜水艦11番艦桜竜と、12番艦東竜潜水艦です。潜水艦にとって、最重要ポイントである優れた静粛性に加え、新たに機動性も追加されました。この潜水艦は、ステルス性にかけても、名実ともに、世界で1位と言えましょう。今回は、世界でも、トップクラス潜水艦の先行進度について考えてみたいと思います。まず、日本が世界に誇る潜水艦艘、竜型がどれくらい優秀なのか、改めて考察してみます。といっても、重要機密ですから非公開情報ばかりで、一般公開されていない情報もあるのが難点ですね。優れた性能の一つとして、まず挙げられるのは潜水深度です。一般的に、潜水艦が、どれくらいの深さまで潜れるのかという情報は、国防に関わることなので、機密情報となっています。ただし、輸出用の潜水艦に関しては、販売用なので、性能もオープンになっているそうです。隣国韓国が使っている、現役の潜水艦は、ドイツ製の209型と214型で、どちらのタイプとも、非原子力推進の通常動力型潜水艦です。高照地での潜水深度は、209型が約300メートル、214型が約400メートルと言われています。さて、そう、竜型潜水艦は、世界中の潜水艦の中でも、トップクラスの潜水深度を誇っていると言われています。韓国が運用しているドイツの209型や214型の深度をはるかにしのいでいることは間違いないでしょう。深く潜れる方が潜水艦としての任務遂行に有利であることは間違いありませんが、その潜水深度が数字として公式に発表されることは今後もないでしょう。潜水艦にとって重要なポイントは静粛性、つまり、機体の音を極力出さないようにして、存在を知られないことです。第二次世界大戦中、ドイツは、優秀な潜水艦 U ボートを駆使して、連合国の潜水艦を撃破していました。その脅威を取り除くため、連合国側は、自分たちの潜水艦に、優秀なソナーマンを配置し、終日、海中の音に、耳を澄ませるようにしたという有名なエピソードがあります。U ボートが出す微量音を聞き逃さず、位置を確認するためでした。潜水艦内部の人の動きや呼吸すら慎重という緊張したシーンは、映画などにもよく取り上げられシーンですが、実際に音を立てない静粛である潜水艦が優秀ということは真実です。映画のUボートにも、ソナーマンたちが、必死に聞き耳を立てるというシーンがありました。話は変わります。2018年、平成30年、12月、韓国駆逐艦が、日本の P1 哨戒機へのレーダーを照射したという事件がありましたが、覚えていますか？韓国の駆逐艦が数回、安全な空域を維持しながら飛んでいた P1 哨戒機にレーダーを照射したというものです。韓国は偶然だと主張し、日本は複数回の照射は偶然とは思えないと主張。二国の言い分が真っ向から対立しました。P1 哨戒機は対潜水艦用といえる航空機ですが、海上を飛んでいる飛行機から発見されるような潜水艦が仮にあったとしたら、その潜水艦は決して優秀とは言えませんし、そもそも先行しているのに発見されるのは疑問です。しかし、ここで面白い推理があります。
中国製の潜水艦は B1 哨戒機で発見できるという説があるのです。有能な B1 哨戒機なら発見した中国製潜水艦の潜水振動も分析できるとされています。そう、流型潜水艦は限りなく深くまで潜水可能な潜水艦と見られています。もっとも全データが公表されていない方が物事を有利に進めることができるのは当たり前です。相手に自分の長所や短所が全部バレることは人間であっても回避したいものですよね。潜水艦の場合は大きな原動音を出すことによって探索され発見されてしまう可能性が高くなります。他国に発見されないようにわざとこの潜水艦は性能が悪いと公開しておけば敵を油断させることができるので効果的かもしれませんね。しかし中国潜水艦はそういったことをできる性能は持っていないと見られます。最新型の海自の雨竜潜水艦は従来まで使用していた鉛酸電池から世界初のリチウムイオン電池 GSU 朝開発に変更し搭載した通常動力型潜水艦です。リチウムイオン電池の蓄電量は鉛酸電池の2倍以上と言われますし、水中航行能力も向上、潜航時間も大幅に延長できるということになります。もちろん潜水深度や速度や静粛度も気になるポイントですね。データを紹介します。全長 84m、 全幅 9.1m、 基準排水量2950トンで水中速力は約20ノットと公表されています。この数値は潜水深度では世界トップクラスと言われているのです。雨竜に続いて、そう、流型の最終潜水艦として建造された12番艦が東流です。2019年11月6日、東流の命名式と進水式が川崎重工業神戸造船所で行われたことはご存知でしょうか。ちなみに海上自衛隊の潜水艦建造に関しては、三菱重工業神戸造船所と川崎重工業神戸造船所が、各年で交互に建造することになっています。雨竜が就役したことによって、海上自衛隊は、護衛艦48隻、潜水艦20隻の体制が整いました。そして、2018年12月、閣議決定された、新しい防衛大綱に基づいて、この20隻体制を、護衛艦54隻、潜水艦22隻に造成することを目標にしているそうです。海自では、7隻目のイージス艦となる護衛艦マヤですが、2020年3月には就役しています。潜水艦情報は、本当に数少ないので、様々に想像することは簡単ではあるのですが、実際、どのぐらいの性能を持っているのか、全く見当もつきません。謎に包まれているのが、余計にマニアにとっては萌え、要素なのかもしれません。世界の共通認識では、原子力潜水艦なら、スピードは30ノットということになっているようですが、そう、流型潜水艦は、どのくらいのスピードを出せるのか、全くの未知数なのです。特に11番艦雨竜と12番艦東流は、世界初のリチウム電池を搭載しているということもあり、今後も注目されていくでしょう。潜水艦としては、どこの国よりも深く潜ることができて、より速いスピードが出る潜水艦が、海底では有利なのは言うまでもありません。地図を見てすぐわかるように、日本は四方を海で囲まれている島国で、周辺海域には豊かな漁場があります。
しかし、中国や韓国は、世界的にコロナ禍の中でも違法操業を継続していました。水産資源が減ったこともあり、国内の漁業関係者や対処する海上保安庁が悩まされていることはご存知でしょう。潜水艦の話題は、日本では報道されることが少ないため、あまり知られることはありません。よほどのことがない限り、ニュースにも取り上げられないのです。仮に、中国や韓国の原船が、領海内に頻繁に出没しているとすれば、日本の海底を守ってくれるのは、双竜型潜水艦ということになるのです。2018年1月12日、尖閣諸島で、中国の原船が海面に上昇し、国旗を上げた事件がありました。実際のところは、海底での戦闘で、日本の潜水艦に負けた中国艦が、仕方なく海上に出てきたのではないかとも言われているそうです。だとすれば、国旗は白旗だったと言っても過言ではないでしょう。海底で戦闘があったのか、真実は不明です。海自に追跡されて逃げ切れないと浮上したという説の方が、現実的とも思われます。中国原潜性能が悪いとは考えられませんが、優良な艦だとも言い難いのです。というか、むしろ、日本の潜水艦が高スペックすぎるとも言われます。技術の進歩は早いので、うぬぼれは禁物ですが、これ以上、中国や韓国が、好き勝手に、日本の海域を荒らしてほしくないと、強く願うものです。